を変えました。ちょっとだけよいしょ。よいしょ。こんにちは。こんにちは。でですね、配信までに洗い物を終わらせようと思ったんですけど、めちゃくちゃ溜まってるので、なぜか洗い物します。こんにちは。終わらせる予定だったんですけどね、なぜか終わんなかったです。こんにちは。ご飯にシチューかけるの際はアリ派です。中オンライス。あ、でですね、そう話そうと思ったことが、まずなんか知らぬ間に今日の昼に坊ちゃん劇場4期で出ることが発表されてて、なんかさ、ショールームのさ告知しようと思って755開いたらさ、みんなが4期出るんだねみたいなコメントあって、え、知らぬ間に発表されてるんだけどみたいな、びっくりしました。ということで、また愛媛にお世話になります。よろしくお願いします。そしてね、カレンちゃんがね、カレンちゃんが新たなてっちゃんになりまして、カレンちゃんの鉄楽しみですね。ということで、また愛媛に来てください。よろしくお願いします。よいしょ。こんにちは。カレンちゃんは何鉄になるのかな。吉田から取ってほしいけどな、個人的には個人的にはね、吉鉄になとかね、取ってなってほしいけど、まあ、それはカレンちゃんの好きなネーミングに任せましょう。よいしょ。タメさん、ギフトありがとうございます。また愛媛に行きます。よろしくお願いします。なんかめっちゃね、キャストの人がガラッと変わるので、全然違うジョンマイラブになりそう。受験モードに入るし、舞台の方も忙しくなるけど、行ける日は絶対行く。あ、待ってます。勉強も頑張ってね。こんにちは。うわ、私の卵を溶くやつが重みでめっちゃ変形してる。ショック。こんにちは。でもなんか坊ちゃん劇場の発表、こんな知らぬ間に発表されてるとは思わなくてびっくりしました。なんかいついつ発表しますよとか言われるんかと思ったら、マジでみんなの方が、みんなが急に知ってて、めっちゃびっくりした。みんなが知らぬうちに知ってると思って、そうビビり散らかしてます。こんにちは。よいしょ。こんにちは。まあ、出ることは別に知ってたんでね、みんなより先には知ってるんですけど、発表される日知らなかった。サイレント発表だった。でももうさ、半年以上経ってるからさ、何も覚えてないんですよね。何も覚えてないんですけど、なんかあんまり
稽古しなさそうだからちょっとやばいです。自力でどうにか頑張らなくちゃ。全然セリフ覚えてない。歌は覚えてるけどね。やっぱさ、歌ってさ記憶に残りやすいですよね。ずいぶん時間が経ってもセリフは忘れちゃっても歌詞は覚えてたりするから。ゆなちゃんも久しぶりのキスで緊張してた。あ、本当ですか。連絡取ってますよ。愛媛に行ったゆなちゃんとこの前雫公園の時にさ、あやねちゃんと一緒にさ、ゆなちゃん愛媛頑張ってねって動画撮った撮って送った。そう、台本見たら思い出す。でなんか結構さ景色で覚えるんですよ、お芝居を。だから人が変わると本当にわけわかんなくなっちゃいそうで、稽古本当はしたいけど、そう。でもなんかその結構ね、本当に最初なんか4期の稽古があるんですけど、4期でめっちゃねキャストの人が変わるから4期の稽古があるんですけど、それにはなんか参加せず、もうなんか前日に思い出しすればいけるでしょみたいな言われて、いやこんな9ヶ月くらい空くのにそれはちょっと無理ですってなって、しかもめっちゃね1期からさ2期3期とさどんどん変わってるんですよ、いろいろ細かいところが。だからいやーそれは無理ですって言って、もうちょっと稽古してもらおうとは思ってるんですけど、そう。どうなることやらって感じですね。こんにちは。こんにちは。よいしょ。西郷さんの笑顔にいつも癒されてます。ありがとうございます。よいしょ。今日いつもと画角違う、そう変えてみた。でもここの画角だと洗い物した皿が一生映り込んでるけど、まあいっか。マジで洗い物溜めすぎ。なんでこんなにさ洗い物溜めちゃうんだろう。あ、でもね、今日ね動画完成したんですよ。ここ3日4日くらいずっと編集してた動画がついに、なんかさおまけ動画なのに無駄に編集凝っちゃってさ、楽しくなっちゃって無駄に凝ってるシーンがあります。絶対にこだわらなくていいところこだわってるから、せっかくだしと思って。こんにちは。まあでもおまけ動画は主に
レミちゃんのファンの方にお届けするって感じになりましたけど、レミちゃんがね前編後編とそこまで映ってなかったので、せっかく来てくれたのに、なんでせっかく来てくれたのでね、よいしょ、メイン動画に作ってみました。こんにちは。動画みんな仲良しなのがよく伝わりました。あ、嬉しい、ありがとうございます。いやマジでね仲良しだよ、少なくともさやが知ってる限りは。わかんない、さやが知らない裏とかは全然知らないけど、さやの周りはマジでみんな仲良しかも。私の周りはいつも平和です。こんにちは。ねえ早くさ、ご飯、お腹空いたから早くご飯食べたくってさ、ビーフシチュー作りたいんだけど、洗い物終わらないから全然作れないんですけど。なんでこんな溜まってるんだ、さやの洗い物。いつもいつもどうしてなんだ。ちなみにね、ボッチ劇場の話もうちょっと深掘りすると、新しいキャストの鷹の城役の人、松原海二さんはキスバイエイトでさらに盾を教えてくれた人です。そう、扉座の劇団員さんなんですけど、私に盾を教えてくれて、さやが勝手にバタフライナイフを上達して稽古場に行ったらすごい褒めてくれた人ですね。そんな人いないよって言って褒めてくれた人です。ちなみにね、1週間くらい前に湯本亜美さんがサリンの歌うまいと思って、え、湯本さんと全然面識ないのに嬉しい。やった。なんでそう思ってくれたんだろう。めちゃくちゃ嬉しい。やった。こんにちは。さて、やっとです。見て。可愛くない？お鍋。これで作ります。赤いお鍋で。久しぶりに使うから。ゆすいで。作り方絶対わかんない。これに準拠して作ろう。今日はこれ、とろけるシチューを使います。お腹すいた。牛肉はちょっとないんで今日鶏肉で作ります。チキンシチューになります。ハンパック作ればいいのか。牛乳、玉ねぎ、人参、じゃがいも、とりあえず全部そう、鍋さやりんが好きな色、そうなんです、正解。ホワイトマッシュルームと、今日のために買ってきたんだ。こんにちは。シチューは作りながらつまみ食いできないのがいい。確かにワクワクだよね、作り上がるまで。でもさ、あんま作ってる時つまみ食いしないな。味見もあんましないし、味見はしろよって感じなんですけど、味見もあんましないし、
つまみ食いもしないって感じ。じゃがいもきれいに洗っていきます。うわー、じゃがいも皮ごと食べたいけど、これ別に新じゃがじゃないんだよな。ヤリンさん、クマちゃんありがとうございます。新じゃがじゃなくてもじゃがいもって皮ごと食べていいのかな、よく洗えば。よくわからん。玉ねぎ2つでいっか。どのくらい使うのかわからん。 250g。 2つでよかった、ぴったし。じゃがいも芽はないですね。芽はあるけど、芽は取るけど。よいしょ。よいしょ。芽にはね、なんとかって毒があるんで、ちょっと毒の名前いつも覚えられないんですけど。よいしょ。芽取れば皮ごといけんのかな。皮付きじゃがいも好きなんだよね。よいしょ。あとどこだ、芽。あ、でも芽めっちゃ少ない、この子。芽ちょっとしかなかった。よいしょ。で、皮を食べていいかどうか誰も分かんないのかな。誰も答えないってことは誰もちょっとみたいな感じなのかな。よいしょ。か、皮ごといけるやろ。よいしょ。でもさ、目とさ緑になったとこはダメってよく聞くじゃないですか。でも皮ダメって聞いたことないから、多分いけんだろうな。効かないってことはいけるんだろうな。そんな明確にダメなのはさ、よく発表されてるのに、皮はダメって言わないんだったら皮ごといこう。よいしょ。できた。じゃがいも切ります。よいしょ。どのくらいのサイズにしようかな。ゴロゴロまでいかないくらいのサイズにしよう。このくらいでいいか。このくらいのサイズ。全然白飛びして分かんないね。こんにちは。鬼の白飛びで全然伝わらなかった。じゃがいもって水にさらしますっけ。なんかさらしたような気がする。さらすな。ボールボール。こんにちは。あー、お腹すいた。早く食べたい。水にさらしてアクを抜きたい。よいしょ。シチュー食べるところは多分配信しないかな。いつも通り。あんまもぐもぐ配信がね、好きじゃないんで。
サリン自炊してて偉いね。まあ趣味なんでね、料理が。偉いというほどのもんでもありませぬぜ。料理好きなんです。こんにちは。好きじゃなかったらこんなで毎日料理してないでしょう、きっと。私のことなので。多分じゃ食べるのが好きだから、やっぱ作りたてのものって基本美味しいじゃないですか。だから料理好きなんだろうね、食べるところも含めて。だから食べ終わったことのことは全て好きじゃないんですよ。洗い物とか食べ終わったらもう飽きちゃう。玉ねぎを4分の1って書いてあるけど、これはちっちゃいから半分使おう。よいしょ。こんにちは。よ。いやいや全くしない人もいるから。いやそうだから、さえは趣味だからやってるけど、料理が趣味じゃなかったら全然やらない人だったと思う。やちさんギフトありがとう。こんにちは。こんにちは。人参入れますか。あ、人参買ってくるの忘れたわ。人参入れません、買い忘れました。まあいっか、めちゃくちゃ忘れたわ。玉ねぎとじゃがいもさえあればいいやって思っちゃった。今日はなしの方向で。こんにちは。よいしょ。マッシュルームは買ってきたので入れます。むしろマッシュルームが食べたくて、マッシュルームを美味しく食べる方法って何かな。あー、シチューだな。で家見たらなんかシチュー置いてあったんで、お、ちょうどシチューあるやんって言ってシチューになりました。人参わざと買ってないでしょ。え、本当に忘れたんだけど。コメント、こんにちは。今日も会ありがとう。そう、ブロッコリーも入れようと思ってます。ブロッコリーも入れる予定。こんにちは。さ、玉ねぎの皮が剥けたので切っていきます。玉ねぎは薄切りって感じかな。お腹すいた。もうペコペコです。玉ねぎはこういう感じかな。全然どういう感じかわかんないよね。もう白飛びして何にも見せれない。勘弁してくれ。さて、玉ねぎを鍋に入れて、じゃがいもも後にしようかな。じゃがいもはね、煮崩れないようにちょっと炒めてから煮た方がいいんですけど、先に鶏肉を切っちゃおうかな。今日はもも肉。ビーフシチューではないです。だからもうすでに、じゃあ鶏肉が食べたかった。牛肉高いし。
ということで鶏肉を一口大に切っていきます。最初玉ねぎと鶏肉を炒めて、その後じゃがいもを加えてちょっと炒めて煮るって感じにしようかな。お腹すいた。ビーフシチューとかさ、ちゃんとさ牛肉で作ってる家すごくない？金持ちじゃない？どう考えてもすごいよね。羨ましい。でも週1ぐらいで牛肉食べれる人間になりたい。あと料理のさ、見た目にさ気を使うとさお金かかるじゃないですか。なんかトッピングを買ったりすると、だからそういうのを買える人間になりたいね。さあちょっと炒めます。鶏肉皮ごと入れてね、皮の油で焼こうと思います。ちょっと温まるまで待ってる間にマッシュルームを切っちゃおう。よいしょ。わっ。こんにちは。そう、鶏肉はヘルシーだしコスパがいい。でも東京の鶏肉マジ高い。マジ高いです。長野はもっと安かったのにっていつも思う。高すぎて鶏肉さえも買うのためらうぐらいマジで高い。そう、鶏肉の美味しさを再認識した。本当はさ、ちっちゃい頃から鶏肉が一番好きです。じゃあちょっと放置したり混ぜたり繰り返しながら炒めていきます。開けません。開きません。マッシュルームが、このマッシュルームは千葉県産です。よいしょ。マッシュルームどんぐらい入れればいいんだろう、わかんないや。よいしょ。切ってみて考えようと。なんかでけえな、マッシュルーム。
ルマッシュルーム。こんな感じ。マッシュルームって柄の部分食べるっけ。待って、マッシュルーム分かんなくなってきた。マッシュルーム迷子になってる。食べれなくもない。でもあんまり食べない。もしや、よいしょ、ちょっと火通ってきたんでじゃがいもも加えちゃおう。しけんさんかわいい、ありがとうございます。あれの部分食べる。じゃあいいか。じゃがいもね、煮崩れしないようにちょっと炒めます。でキノコの中でマッシュルームが一番なんか癖ない感じがして好きなんですよね。それ以外のキノコってちょっと癖あるから、いっぱい食べると嫌な気持ちになってくる。そう、最初の3口ぐらい世界一うまいと思うんだけど。マッシュルームは半分に切るだけで、半分に切るだけだったらクソでかくね。クソとか言っちゃいけないですね。めちゃくちゃでかくない？よいしょ。鍋が縦長だから炒めるにはあまり適してないです。でもなんか柄の部分硬そうなところだけ切っとこう。取っちゃってもいいのかな。取るのはなんか違うか、もったいないもんね。硬いところだけ排除する方針にします。あんまりね、なんかご飯捨てるの嫌なんですよ。食べれる可能性のあるところ捨てるのが嫌で、極力食べようという心意気ですね。事故。やばい。よいしょ。キッチンが熱くなってまいった。美味しそう。もうすでに。よいしょ。マッシュルームの軸の食感が美味しくない。確かに。ブロッコリー入れるといいかも。あのさっきも言ったんですけど、ブロッコリーは入れます。マッシュルーム2つぐらいでいいな。このマッシュルームめちゃくちゃ大きいな。見て、超大きくない？半分だったらジャガイモより大きくなっちゃう。めっちゃ大きいで、マッシュルームを買ったみたい。私。よっと。お腹すいた。最近さ、朝起きるの遅すぎてさ、一日2食なんですよ。だからお腹めっちゃすくんだよね。火が通ってきたのでお水を入れようかな。水はこれは1パック、ん？ということは水は600ね。 OK、 水600入れます。このパッケージに書いてある作り方通りに作っていきますから、今日私。よし、お水600。
ちは。よし、水を入れたら蓋をします。蓋の取っ手が木なの、可愛くない？白飛びして全然わかんないし、めっちゃ水垢ついてるからあんま綺麗じゃなかった。なんかこれ緩いんだけど、そうブロッコリー一緒に煮るとさ粉々になるよね。ちょっと蓋を少しずらして入れとくらしいんで、こんな感じでいいかな。ちょっとブロッコリーの準備をしよう。やばい、冷凍庫がパンパンすぎてめっちゃ重たい。さーて、ブロッコリーどこかな。なんで冷凍庫ってこんなに探しづらいんだろう。うちの冷蔵庫、冷凍庫がちっちゃくてですね、非常にね困ってます。こんにちは。冷蔵庫がパンパンです、我が家。ちょっと常温の水にブロッコリーをつけて解凍します。こんにちは。すること終わっちゃった。サラダでも作るか、いつも通り。これはまた洗い物いっぱい出るな。サラダはどれにしようかな。お皿悩む。サラダはサラダボウルにしよう。また海藻を水で戻します。うまっ。ちょ待って、キッチン熱すぎるからちょっとドア一回開けるわ。熱すぎ、熱すぎ。こんにちは。こんにちは。ヤングコーンとかがあったらね、もっと映えるんですけど、ちょっとヤングコーンとかおしゃれなもんは買わずに来ました。そう、このナゲットは何をつけて食べますか？それマックのナゲット何もつけないで食べるの好きなんですよね。なんかさ、結構いろんなものに全部にそうなんですけど、何もつけずに食べるのが好きっぽくて、あの揚げ物とかもそうなんですけど、カツ系も何もつけずに食べるのが好きで、そう、何もつけないで食べます、マックのチキンナゲットは。
まあ、でもつけるならバーベキューソースですね。マスタードが食べれないんで。つけるとしたらね。よいしょ。こんにちは。まあでもマックのナゲットを食べる機会が本当に半年に1回あるかないかみたいな全然食べないじゃんって感じなんですけど。そのままの味を楽しみたいというか、なんか味が濃すぎちゃうような気がして、ナゲットは結構そのままの味が好きだから。そう、カツは何だろう、なんでか分かんないけど、まあかける時もあるけど、かけないで食べる時もまあまああります。よいしょ。こんにちは。食パンもそのまま食べる。あ、自分で焼いた食パンは自分食パンのまんま食べた方が美味しいからそのまんま食べるけど、市販の食パンはなんかトーストしてハムとチーズのしたりとか。そう、何かしらします。ピザトーストにしたりとか。ショートめっちゃ似合ってると思ったら違ってた。あ、そう、今エクステでね、ロングですそうなんですよ。またそろそろショートに戻るんですけど、ショートというかまあボブぐらいにもうなってると思うんですけど、またそろそろ短くなります髪の毛が。よいしょ。しけんさんはじめまして、こんにちは、こんばんはかな、こんにちはかな。そろそろ沸騰してますか。めちゃくちゃ沸騰してるわ。よいしょ。ちょっとアク取ります。アク取り。アクを取ったら煮込みます。とんでもねえアクだ。ちょっと火を弱めて、アクをさようならしますね。取れたかな。取れました。弱火っぽくして20分。20-30分茹でます。しけんさんこんにちは。ゆで卵は塩かけて食べます。昔カレー塩がめっちゃ好きで、ゆで卵食べるためにカレー塩買ってた時あったよ、実家で。実家の時だからもう何年前って感じだけど、ゆで卵食べたくなってきたな。よいしょ。ゆで卵大好き。ゆで卵って結構卵料理の中でも一番さ、なんか卵臭いじゃないですか。卵臭いの好きなんですよね結構。よいしょ。でもカレー塩を食べたい時、最近カレー粉があるんでカレー粉と塩混ぜて自作カレー塩を作ってます。
そうそう。普段はね。でも美味しいですよ、めっちゃおすすめ。落とした。あ、いや、出て出て出て。おばあちゃんみたいな、おばあちゃんみたいなね、いたたたたが出てしまいましたけど。レタスをちぎろう。ここじゃなかった。レタス。カレージを使ったことない人はマジでカレージをで一回ゆで卵食べてみてほしい。マジで。ってなるから、なんかうんまとはなんないかもしれないけど、うまってなる。ゆで卵好きになると思う。おすすめです。さあ、長野県産のレタスちぎっていきます。よいしょ、ちょ、首がします。今日はビーフシチューというか、まあ黒いシチューを作ってるんですけど、パンを焼いていないので今日はシチューライスになります。残念ながら。でもさやはシチューライスが全然好きなので、個人的には全然残念ではありませんが、みんな的には残念かもしれない。昼間動画編集してたんで、パン焼く元気なかったっていうわけでございます。よいしょ。昨日スーパー行ったからパン買ってくればよかったな。とはちょっと思ってるんですけど、パンにシチューは食べたことない。嘘。逆にね、パンにシチュー美味しいよ。白いシチューとなんか普通のハイジの白パンみたいなやつとかで合わせるとめちゃくちゃ美味しくて、おすすめ。まあ今日はサラダこんくらいでいいかな。あんまり作っても、本当は山盛り食べたいけど、あんまり作ってない。うちのコンロさ、弱火ができないんですよね。今多分強火になってるんで、強火ではない、中火ぐらいなんだけど、弱火にすると勝手に火消えちゃうからさ、弱火にできないんだよね。困るな。よいしょ。ちょっと待って、 iPad 持ってくる。よいしょ。しけんさん、こんにちは。やっぱ iPad の充電がなさすぎる。しまって。こんにちは、しげさん、こんにちは。もうまだ消えてない。よいしょ。
い、携帯がめちゃくちゃ熱くなってる。ライトの近くだからかな。高温注意出ないといいけどね。ちょっとでも手元映しやすくなったらなと思ったけどさ、結局映らないんだったらいつもの画角でいいような気がしてきた難しい料理配信は本当に難易度が高いぜ。パロバス あとさ最近ずんだが、あこんにちは初見さん、はじめまして。ずんだが食べたくて、ずんだを作るためにこの枝豆買ってきたんだよね、この前。どうしてもずんだが食べたくて。超ずんだ好きなんですよ、私。餅の一番好きな食べ方はずんだなんですよ、正直。そう、ずんだが食べたくて。彩りのためのミニトマト、サラダミニトマト。ちょっと雑すぎるかな。半分に切るぐらいはしようかな。ずんだ餅、枝豆ですよ。え、みんなずんだ餅の正体あんまり知らない？え、それさ、そういえばさ、枝豆と大豆が同じものって知らない人がさ結構いるっていう事実にさえは驚いてる。さえは小学校で枝豆と大豆は同じものだって習ったんだけど、意外と知らない人が多くてさ、めっちゃ意外と思って。そう、高橋彩花ちゃんは驚きました、その事実に。小学校で習ったけど、でもまあ習わない人もいるのかな。そう、さて、サラダ。こんにちは。さえは小学校の時になんか大豆を育てたんですよ。授業みたいな感じで。その時になんか定期的にさ畑に見に行くわけですよ。それでまず枝豆になって、でこれがもっと成長したら大豆なんだよっつって、でなんか火に当てないで育てるともやしになんだよみたいな、そう、もう一括で習った。さやはね、だからさ意外と知らない人いることにびっくりしちゃった。レタスサラダもサリンチでは定番だね。そう、さやがキャベツ好きじゃないからね、レタスばっかり買うんですよ、葉物。なんかやっぱさ家でサラダ食べるときって大体まあキャベツかレタスの二択じゃないですか。キャベツが好きじゃないってなると強制レタスになるんですね。自家製味噌を作るために実家では大豆を育てて若いのを枝豆にして、すごいね、自家製味噌のために枝豆作りからすごい鉄腕ダッシュみたいだね。 TOKIO さんみたいあれが作りたいから一から作ろうみたいな。素敵です。なんかどっかでお湯こぼれた。そこでこぼれたのか。よいしょ。Thank you.
ロッシュ見てるんだね。なんか毎週は見てないけど、たまにテレビでついててやってると見ちゃいますね。なんか料理シーンとか結構あるじゃないですか。でもさ、料理好きなんだろうね。見るの好きなんですよ。そう、なんかついてると、つけた時にやってるとついつい見ちゃう。でもずいぶんもう見てない、何年も見てないかもしれないけど、そう、私の携帯に変なメールがよく来る。メアド変えたら、多分迷惑メール業者にメアドバレてますよ。メアド全部変えたら方がいいと思う。そういう時はどんなに対策しても来るから。そして新しくメアドを作ったら、迷惑メールを踏まないようにした方がいい。それが一番早いぜ。洗い物をためないように煮込んでる間に洗い物するぜ。これが一番賢いぜ、多分。こんばんは。よいしょ。明日の話し会で何を話そうか数日悩んでます。でも最近なんかいろいろあったからいろいろ話せそう。よいしょ。何でもどんとこい。どんどこ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 。よいしょ。じゃあ次は洗い物から配信始まらないじゃん。大丈夫。今日食べた食器が出るからね。あと昼間に作ったご飯の食器が出るからね。よいしょ。レタスをボイルしてオリーブオイルで和えると量を取れる。あ、でもさ、レタス生野菜でその全然食べれるんだけど、なんか野菜でお腹いっぱいになっちゃうから全然さ、ね、野菜の量食べるの得意ですよ。もりもり食べれる。あ、でも今日ブロッコリーとかも食べるしね。玉ねぎと、まあじゃがいもは根菜なので野菜に換算していいかちょっと微妙ですけど、とかもあるんで。って言っても両手に一杯ぐらいは食べてるんですよ。そう、少なくって言っても、そう、少なくって言っても両手に一杯分はちゃんと食べてるんですよ。だから普通の人からしたら少なくない。普段さやが食べてる野菜の量がとんでもねえ量なんだ。チャーハンにレタス大ありです。めちゃくちゃあり、大好き。よいしょ。なんかポテサラにレタスとかも好きだよ。この前の動画では入れなかったけど、自分で作るときは入れたりする。あ、じゃがいもあるから今度ポテトサラダ作ろう。あ、ベーコンがないか。鶏肉とかでいっか。この前ポテトサラダをひき肉で作ったらめちゃくちゃ美味しかった。よいしょ。洋食で何が一番好き？なんだろう、洋食だと。でもさ、シチューとかやっぱ好きですね。めちゃくちゃ好きです。よいしょ。めっちゃ美味しそう。でも人参がないからマジで色味ない。鶏肉と玉ねぎとじゃがいも全部白っぽくて全く色味ない。いいのかこれで。まあいっか、サラダに色味があるし。そうか、人参は色味要因として必要だったのか。なんで買い忘れたんだろう昨日。せっかく八百屋さんまで行ってさ、じゃがいもと玉ねぎを持ってホクホク帰ってきたのにさ、忘れちゃったな。
非常にいい感。いい感じです。シチュー作るのめっちゃ久しぶり。居酒屋の生キャベツにお味噌つけるとすごく美味しい。なんかさ、なんだろう、普通に食べる生キャベツに味噌とかさ、あと焼肉屋さんのタレにつけて食べるキャベツとか普通に食べると美味しくないのにさ、美味しくないことはないんだけど、まあなんかあんまりさえは好きじゃないなと思うんだけど、そういう風になんかみんなと一緒にいる居酒屋とかで食べるキャベツってなぜかめちゃうまくない？あとあの串揚げ屋さん非常にうまい。ベーコンレタスバーガーさえも好きです。忘れたんですよ。買ってこない選択をしたんじゃなくて、1ミリも人参のことを思い出さなかった。いやおや、そう、そういうことです。かわいそうに人参。さて、そろそろキノコ入れようかな。キノコってもっと後でもよかったのかな。まあ入れちゃったし。わかんないけどいいだろ。やばい、全部白いよ、具材が全部、具材が白い。こんばんは。お腹すいた、お腹すいたな、お腹すいたな。よいしょ。もうね、このさやの推しうま塩ドレッシングがもう終わっちゃうんだ。こんにちは、こんばんは。悲しい。もうすぐさやがサラダを美味しく食べれたドレッシングが終わってしまう。次待ってるのは刻み玉ねぎドレッシング、これが待っています。何？ビーフシチューです。ビーフじゃないけど、つけようかな。ご飯と同じお皿に盛ろうかな。となると大きめのお皿がいい。だっけ？これか。これにしようかな。はい、全然豪華じゃないんですけどね。普通にカレーと大して変わらん。チキンなんで今日。よいしょ。なんかあとなんかこのシチュービーフ用ですよ。大々的にご飯とよく合うってめっちゃ書いてるから。シチューは。だからご飯と共に食べようと思って、よいしょっと、ご飯どれがいいかな。こんにちは。はじめまして、こんにちは。ハッシュドビーフいいね。シチューというか、まあ黒いシチューを食べるじゃないですか。ハヤシライス食べたいなって思っちゃった。
ハヤシライスも好きなんです。それはハヤシライスも好きなんだ。あ、これを作ってます。チャキーン、とろけるシチュー。今。あ、火が消えてる。なんてことだ。なんかグツグツ言わなくなったなと思ったら火消えてた。よ、明日の、明日お話し会夕方だもんね。なんか行く前に一食食べたいから、オムライスの卵部分は明日つ。天才だと。味が混ざってとんでもないことになっちゃうよ。なるよ。こんばんは。ビーフシチューのオムライスとか、ハヤシ、オムハヤシとかのが好きなんだ。明日さえお絵かきする予定あったっけ？お話し会？ごめん、お話し会の話だったら勘違いしてたかも。え、お話し会でさえお絵かきすることあったっけ？シチューをかけるんだって。にしようって話を。そうそうそう。でござるぜ。理解しました。イエイ。同じ考えが共有でき、よいしょ、ありがとうございます。こんばんは。確かにバターライスいいですね。お腹空いてきた。さやはもう配信を始めた瞬間からペコペコです。配信始めて1時間ぐらい経つ。あ、そうそう、30分弱ぐらい煮込めてきたので火を止めて。じゃあ、結構だった。ルーを入れます。よいしょ。ほら、今夜はレトルトカレーにするかな。いいよね。ロイホのオムライスはビーフシチューソース。ああ、いいな。ロイホとか行ったことあるかな。さ、1回ぐらいしかないと思う。なんかお高めのファミレスってイメージだから全然行ったことないかも。火
火を止めてルーを入れて溶かします。もう美味しそう。溶け切ったら弱火に5分かけて完成です。なんか汁少な、めっちゃ蒸発した、めっちゃ蒸発したな。ポムの木知ってる？ポムの木でも行ったことないの。オムライス屋さんだよね、行ってみたいんだけど行ったことないです。よし、弱火ができないから中弱火みたいになっちゃうけど、20分に完成か。とろみが出るまで、もうとろみ出てるけど、ふんふんふん。オムライスいいですね。明日はオムライスだぜベイベー。って言うとみんなも明日お話し会の前にオムライスとか食べてそう。めっちゃさやがね、食べるものを一緒に食べようとしてくれる優しいみんながいるからね。こんばんは。まあ明日の昼ご飯迷ったらオムライス食べてください、ぜひ。他に食べたいものがあったらあれですけど、もしうわー食べるもんねーどうしようってなったらモライスぜひ。かわいい、ありがとうございます。今日はメイクしたよ、ちょっと眩しいな。美味しそう。鶏肉でシチュー、ビーフシチューを鶏肉に変えたの初めてだけど、こんばんは。でもさ、普通のホワイトシチューってさ、鶏肉で作るじゃん。だから絶対美味しいよね。よいしょ、こんばんは。美味しそう。今日は外出してません。卵もなかった場合は、それは知らんけどそれは好きなもん食ってくれ。むしろみんな買うもんだと思った。オムライス食べようかなと思ってる人、みんなも作る側なのね。それは卵買いに行こうや。コンビニにも売ってるし。コンビニで卵買ったことないけどこんばんは。なんかとろみ出てきたし、いい感じな気がする。5分経ってないけど、もうちょっとでもやろうかな。こんばんは。うちも姪っ子が鶏肉シチューのシチュー派だから牛肉より多い。そうそう、なんか牛肉をさ、こういうカレーシチュー系に入れたことないんだよね。そうないです。基本ポークだった。カレーはポーク、シチューはチキン。よし、いいでしょう。ちょっと持ってみます。やばい、やっとご飯が完成する。さあ、もうペコペコです、お腹が。ちょっとお皿が大きいな、ご飯の比率に対して。まあいっか。こんばんは。こんなもんか。盛りすぎるところだった。お皿大きいしと思って、とんでもない大盛りにするところでした。
これブロッコリー解凍終わってるのかな。ちょっとレンチン、最後に温めるためにレンチンするか。ちょっとレンチンしてきます。泣いてるぜ。やばい、ブロッコリー熱すぎる。素手で持つもんじゃない。違うな。こんな感じかな。どんな感じかな。ちょっと盛り付けのセンスがねないんですよ私。こう見えても盛り付けのセンス乏しくてあれなんですけど、よいしょ。あ、でもいい感じかもしれない。こんな感じ。ちょっと画面を下に向けますね。こんな感じ。見せ方がむずい。こんな感じにできました。ちょっとご飯の上にパセリ振っちゃったりしちゃったりして、本当はね生クリームがあればこう生クリームかけたらもっと色味が綺麗なんですけど、ないんで。よいしょ。こんばんは。でーけた。よし、待ちに待ったご飯タイムだ。お腹すいた。もうダメだ、倒れてしまうぐらいお腹がすいた。スプーンとお箸。ちょ、たまには箸置き使うか。めっちゃいい感じできた。よっと。ということで、ご飯調理作り、ご飯作り配信終わりにしよう。今日はそうだな、夜もうちょっと遅い時間にやるかも。ちょっとわかんないんですけど、もしやれそうだったらまた755に投稿します。ではランキング見ます。13位かぼちゃ先生ありがとうございます。12位マンダリンさんありがとうございます。11位ピアノマンさんありがとうございます。10位とてんま元気さんありがとうございます。9位バイコゾさんありがとうございます。8位ともちさんありがとうございます。7位わさっぴさんありがとうございます。6位やすさんありがとうございます。5位けんけんさんありがとうございます。4位けんそりセブンさんありがとうございます。3位やちさんありがとうございます。2位ひらりんさんありがとうございます。そして1位はためさんありがとうございます。イエーイ、ありがとう。意外と早くできた。なんかもっととんでもない時間かかりそうだイメージだったけど、意外と早くできてよかったです。ではみんなもいい夕飯をタイムにしてね。バイバーイ。